この前僕もちょっと生まれて初めてのオフ会とか行っちゃって、もうなんか嬉しくなってハグとかしちゃったです俺ね。ああ、はあ、はあ、うん、ハグですか。いや、ギョッとするしますよ。だってしますよね、うん、みんなだってプレイヤーですよね。若干引いてました。だから僕はもう強く言いました、うん、ふざけんな、大事だぞっつって。オフ会って、はい、もう正直に言ってください、何回ぐらいしたんですか。その40始めてから、まずちょっと、まあ、本当にやりたくて生まれて初めてだったので、はいはいはい、で本当はごめんなさい、名前何でしたっけ、焼肉屋のトンツーさんでやりたかったんですけど、はいはいはい、まあちょっと終わりの時間が早かったので、はいはいはい、僕が知ってる浅草の焼肉屋で、うん、第1回は25人ぐらい、うお、すげえ、楽しかったですね。初回にしてはなかなかの規模のオフ会を、はい、で、うん、続けざま、8人でやり、この前、まあその間ちょっと親しくなった子たちと3人ぐらいでのハーハーして、で大阪にちょっと行ってたので大阪で地方オフまでやり、大阪大会やりました。あ、大阪大会やろうっつってもうなんかちょっとハマってきた。夢がありますね。夢がありますね。なんだろうな、ほら人間ってコミュニケーションの動物じゃないですか。でそれをね、まあ、14歳でそのコミュニケーションできるのも楽しいんだけど、うん、それが世代を超えて、まあ、いろんな子いるんですよ。20代の子もいるんですよ、もちろん2人ぐらい、うんうんうん、40代の子とかね、はいはいはい、いろいろそのどう考えても出会えないだろう人たちと、そうなんです、めちゃめちゃ分かります、うん、深く話せる、しかも信頼感がある、しかもゲーム内でもう信頼関係できてますからね。これはね、ちょっとねすごいことだと思った。めちゃめちゃ分かるんですよ、これはすごいですよ。そう、トンツーさんに焼肉プライベートで食いに行った時に、はい、ヒカセンたちがね、オフ会やってる、だからなんか多分霊式のクリア打ち上げとかやってるんですよ。あ、なるほどなるほど。もうね、混ざりたくてしょうがないんですよ。あ、今度じゃあ呼んでやろうか。あ、もう呼んで、まあ、行きますけど、上から目線ですけど、いや行きますけど、全然だってほら自分だとさ、だってほら立場が違うからさ、そうなんですよ、やれないじゃん。だからこっそりほら僕のに入ってくればいいじゃん。いやもうそうですね、僕は僕ね、吉田に見えるけど吉田じゃありませんとか、ヒロシですとかつってさ、いや僕は僕ね、やっぱりなんか僕だと知らずに、うん、僕のプライベートキャラでやっぱり付き合ってくれてる、うん、ね、コミュニティはあって、ね、でやっぱオフ会のお誘いとか来るんですよ、うんうん、僕だと知らずに、うん、もうね、行けないんですよ、知らずにね。そうなんです。あ、せっかく誘ってくれてるのに、それはさ、なんかみんなからしたらさ、こいつな、何、いやでも何リアルのオフ会に誘ってくれるってことは、うん、相当なんかこう、まあまあ、コミュニケーションできてるって思ってくれてるってことじゃないですか。なのにそれを断らなきゃいけないっていうのがすごい辛くて。なるほど、そうなんですよ、変な辛さを体験してる。いや、そうなんですよ。でディスコードもつなげないし、うん、そうだね、そうなんですよ、声とか分かっちゃうもんね。そうなんです、だから結構僕いろんなコンテンツやるし、やり始めたら結構変なボイチェンとか入れればいいじゃん。はいはい、私がなんとかですとかつって、でもたまたま入れ忘れてた時のリスクを考えると、あれ特徴ある声だからさ、一発で分かるよね。普段からこいつなんかゆっくりで喋ってたのに急に吉田ボイスなんだけどみたいな、ある可能性は。あ、ごめん今吉田ボイスボイチェン入れてたとか言えばいいじゃん。でそれを喋ってるのが吉田ボイスなわけですよ、もう。いや、あれが、いやだから結構なんかこう、だからもう本当いろんなコンテンツ行くから、うん、だからそのボイチャ入れて、うん、そのまあクリア済みでいつもフォローしてくれるから、うん、自分たちもその VC 入れてもっとその的確に指示してもらったやつをやるから、ね、いつもなんかチャットだけでヘルプしてもらってるの申し訳ないんでって気を使って言ってくれてるんだけど、あ、ちょっとそれ無理だな、ごめんなさい、そのなんて言うんだろう、なんていうの、自分のこうポリシー的に VC がダメでみたいな、よく分かんないことを言うしかないんですよ。ああ、でもね、僕もあの VC やんないですね。あ、そうなんですよ、ちょっと面倒くさい。おお、あ、でも一回やると楽でしょ、その方が楽ですね。そりゃそうだよね、だってタイミングが違うもんね。めちゃめちゃ楽です。あとこうどこがダメだっていうのも声だとこうなんとなく聞けるしね。あと、うん、あの思ったこと、あと回避したいこと、うん、連携したいことがやっぱり、うん、ダイレクトなんで、そうだ、ね、楽は楽ですね、やっぱ慣れちゃえば、まあ、本当に、ね、でもとにかく声が出せないのが苦痛ですね。もう恐怖ですもん。 あのミュートのボタンが恐怖なんです。もしミスってミュートが外れてたらどうしようみたいな。ああ、
あります、本当にあります。そっか、変な悩みだね。いやそうなんですよ、僕多分坂口さんも MMO 大好きですけど、僕も負けず劣らずで MMO 好きなんですけど、まあ、だから作ってるわけだもんね。そうなんですよ、でも縛りがあるんだ。そうなんです、混ざれないっていうこの苦悩。なんだろう、僕はすごい楽しんでるけど吉田さん不幸だね。まあ働けよ。いやいやいや、まあ頑張ります。君が働けば働くほど僕は楽しくなる。頑張ります。